この動画は、ニコニコ動画投稿者の中でも、超底辺にいるアマちゃんが作った動画です。これっておかしいんじゃね？嘘だろ？って思ったら、温かい気持ちで教えてあげてください。寒くなってきましたね。どうぞ、お体ご自愛ください。皆さん、こんにちは。霊夢だよ。ああ、城をいつかは、作ってみたいわ。名城と言われる城って、一体、どんな人が作ったんだろう。今来たぜ、俺だぜ。霊夢くん、今日は貴様の神社のリフォームではなく、一気に城を建てたいんだって。うん、私は姫路城や大阪城を建てたいって、思い始めたの。お前、マネー的なことは大丈夫かよ。うん、私は、こう見えても、しっかり貯金しているのよ。で、今日は加藤清正をやるわけだぜ。違うわよ。今日は、築城の匠、藤堂高虎、を解説するわ。おっおう。ってことで、藤堂高虎を解説していくわ。藤堂高虎は、1556年に生まれ、1630年に没した安土桃山、江戸初期の武将。半々曽、大海の人。浅井長政、橋場秀長、豊臣秀吉に仕えた、関ヶ原、大阪の陣では徳川家康に属し、その防御に預かり、伊勢、伊賀など32万国に封じられた。大辞林第3番より、何度も主君を変えた戦国武将として知られる。築城技術に長け、宇和島城、今治城、篠山城、津城、伊賀上野城、是々城、二条城などを築城し、黒田義高、加藤清正と共に名人として知られる。高虎の築城は石垣を高く積み上げることと堀の設計に特徴があり、石垣の反りを重視する加藤清正と対比される。ウィキより、藤堂高虎は、1556年に近江国の土豪、藤堂虎高の次男として生まれたわ。藤堂氏は先祖代々、商業主だったけど、戦国時代にあって没落していて、農民にまで見ようとしていたわ。幼名を与吉と名乗ったわ。吉本1560年1頃、桶狭間の4年前だぜ。って、あんた、また、語呂合わせ始めたのね。そうだぜ。アンケートもしたし、語呂合わせの人、というタグもつけられたしな。結果、ウプ主は再会することに、決めたんだぜ。そうなのね。信長が桶狭間で戦ったのは、26歳の時。秀吉が23歳、家康は17歳の時ね。おう。同じ年には、上杉景勝、片桐勝元、蒲生氏里、ととき連れ貞、やん、養子天も生まれたわ。そうそうたる顔ぶれだぜ。やん、養子天って言えば、東京駅や S 口の語源になった人だぜ。あんた、よく知っていたわね。確か、ブラタモリ、で、やっていたぜ。ふーん。話戻すわ。高虎の父親は藤堂虎高。若くして近江を離れて甲斐の武田氏に仕え、才を寵愛されて主君の武田信虎より、虎、の一字を授かるほどになったが、ゆえあって武田家を離れたわ。ゆえあってってなんだぜ。まあ、若い他国者の出世に対する同僚の嫉妬って言われているわ。で、母親は藤堂忠隆の娘としか乗ってなかったわ。話戻すわ。高虎の幼少の頃の資料は見つからなかったわ。1570年、13歳になった高虎は浅井長政に仕えたの。これが初めての主君ね。そして、姉川の戦いに参戦して首級を取る武功を挙げ、長政から感情を受けるわ。16歳になった高虎は小谷城の戦いで浅井氏が織田信長によって滅ぼされると、16歳になった高虎は小谷城の戦いで浅井氏が織田信長によって滅ぼされると、浅井氏の旧臣だった辻貞行、ついで同じく浅井氏旧臣の磯野一正の家臣として仕えたわ。そして、近江国を去り、信長の甥、織田信純の家臣として仕えるも長続きしなかったの。まあ、この頃の戦国武将は、より多く、自分を認めてくれる主君に仕える、ってのが、普通だったのよ。で、仕官先を転々としてる浪生活をしている間、高虎が無銭飲食をしたという話も残っているわ。講談、浪曲、藤堂高虎、出世の白持ち、では、敦地氏の元を出奔し浪人生活を送っていた若き日の高虎が空腹のあまり、
川吉田塾の吉田屋という餅屋で三河餅を無銭飲食し、そのことを店主の吉田屋彦兵衛に正直に白状して謝罪したの。だけど、彦兵衛に、ふるさとに帰って親孝行するように、と諭されロギンまで与えられるわ。吉田屋の奥さんもたまたま大海野で出会ったというのね。後日、大名として出世した高虎が参勤交代の折に立ち寄り、餅代を返したという人情話が伝えられているわ。ちなみに高虎の旗差し物は、三つ餅。白餅は、白餅、に引っ掛けられているとも言うわ。これが、その三つ餅差し物よ。ちなみに、NHK 大河の、真田丸、にも、この旗差し物は出てくるわ。おお、三谷くん、やっただぜ。そして19歳の高虎は、信長の重臣、橋場秀吉の弟、秀長、この豊臣秀長、に300石で仕えるの。やっと、気に入る主君に巡り会えたのね。秀長の下では中国攻め、賤ヶ岳の戦いなどに従軍するわ。お、1583年以降や、に、ようや賤ヶ岳だぜ。その、賤ヶ岳の戦い、で、高虎は佐久間盛政を銃撃して敗走させ、戦勝の糸口を開く抜群の戦功を挙げたわ。1585年の奇襲征伐に従軍し、戦後は紀伊国古川に5000石を与えられ、猿岡山城、和歌山城の築城にあたって普請奉行に任命される。これが高虎の最初の築城だったわ。同年の四国攻めにも功績があったので、秀吉から加増され、1万石の大名となったわ。お、出世していくだぜ。1586年、関白となった秀吉は、徳川家康の屋敷を聚楽台の邸内に作るよう秀長に指示、秀長派作事奉行として30歳の高虎を指名したわ。高虎は渡された設計図に警備上の難点があるとして、独断で設計を変更、費用は自分の持ち出しだったわ。うむ。まさに建築の匠だぜ。プロだぜ。後に家康に引見され、設計図と違う点を尋ねられると、天下の武将である家康様にご不慮があれば、主人である秀長の不行き届き、関白秀吉様の面目に関わると存じ、私の一存で変更いたしました。ご不況であれば、ご容赦なくお手打ちください、と返したわ。家康は高虎の心遣いに感謝したらしいわ。家康くんはダーターで、立派な屋敷を手に入れただぜ。しかし、1591年に秀長が死んでしまうの。高虎は、秀長の甥で養子の豊臣秀康に仕えたわ。そして、秀康の代理として翌年の文禄の役に出征するの。文禄の役ってなんだぜ。1592年に豊臣秀吉が明の征服を目的に朝鮮に出兵した侵略戦争のことよ。約16万の軍を釜山に上陸させ明の国境まで進出したんだけど、明の援軍、朝鮮水軍の攻撃や民衆蜂起などによって劣勢となり停戦し、その後、慶長の役が起こるわ。そういえば、1592年異国に、渡る、文禄さんって覚えてたぜ。そして、1595年に主君豊臣秀康が創生したため、39歳の高虎は出家して高野山に登るの。でも、その詳細を惜しんだ豊臣秀吉が半ば強引に伊予に5万石加増するから減属しろし。って、言われると減属し、7万石の大名となったわ。秀吉は、秀頼の味方がたくさん欲しかったわけだぜ。1597年、慶長の役にも水軍を率いて参加し、朝鮮水軍の武将、元金率いる水軍を殲滅し、帰国後に大津城1万石を加増されて8万石となるわ。42歳になった高虎は、秀吉の死去直前から、徳川家康に接近するの。まあ、高虎は、朝鮮出兵など秀吉の無謀な行為に嫌気がさしていたのね。豊臣氏の家臣団が武断派、文治派、尾張派、箕面派に分裂すると、高虎は徳川家康側についたわけ。で、豊臣内部の情報を徳川に漏らしたわ。で、1600年、家康による会津征伐に従軍し、関ヶ原本戦では大谷義継を相手に戦闘を行ったわ。さらには木坂康春や小川助忠、朽木元綱、赤城直康らに対して、東軍への寝返りの跳躍を行ったわ。
1600年ヒーロー、おお、おお、関ヶ原だな。関ヶ原の戦いでの軍功により、家康から宇和島城8万石の安堵のほか、新たに今治城12万石が加増され、合計20万石となったわ。これにより、高虎は新たな居城を今治城に定めて改築を行い、宇和島城には高虎のいとこの藤堂義勝を城代としておいたわ。その後、高虎は徳川家の重臣として仕え、江戸城改築などにも功を挙げたため、1608年、今治城周辺の内軍2万石を飛び地とし、伊賀国内10万石、並びに伊勢屋能軍、一市軍内10万石で計22万石に加増移封され、藩主となったわ。高虎は自分が死んだら嫡子の高次に伊勢から国替えをしてほしいと家康に申し出たの。家康が理由を尋ねると、伊勢は徳川家の要衝でしかも上国でございます。このような重要な地を不肖の高次がお預かりするのは愚に過ぎます、と答えたわ。でも、家康は、そのような高虎の子孫ならこそ、かかる要衝の地を守らねばならぬ。かつて巡視船と誓った双心のない者たちに守らせておけば、もし天下に大事が起こっても憂いがないというもの。そちの子孫以外に伊勢の地を預けられる者などおらぬ、と言ったわ。かっこいいぜ。家康くん。家康くんの高虎への信頼は、厚かっただぜ。今治城派、高虎の養子であった藤堂高義を城代として治めさせたわ。家康は高虎の才と忠義を高く評価し、戸様大名でありながら普代大名格、別格普代、として重用した。で、戸様大名って、あんたわかる？豊臣派ってことか。まあ、そんなものよね。関ヶ原以降に家康の家臣になったのが、戸様大名。関ヶ原以前から家臣だったのが普代大名って呼ばれるわ。話戻すわ。で、1614年からの大阪冬の陣では徳川方として参加したわ。翌年の大阪夏の陣でも徳川方として参戦し、自ら川内方面の戦法を志願して、矢尾において豊臣方の長宗我部盛親隊と戦うわ。常に相手方の特に士気の高い主力と高虎は激突しているの。だから、関ヶ原以降、徳川軍の戦法は普代はいい、戸様は藤堂というのが定番になったわ。この戦いでは長宗我部軍の猛攻にあって、一族の藤堂義勝や藤堂高則をはじめ、600人余りの死傷者を出したわ。そして、戦後、その功績により加増され27万石大名になり、14家に承認したわ。また、家康死去の際には枕元にはべることを許され、家康没後は第二代将軍徳川秀忠に仕えたの。最終的には三代将軍、家光にも仕えたわ。家光からは、祖父様って呼ばれるほど、信頼を得ることになるわ。1616年、いろいろ、あったね、家康くんだぜ。1616年、死に際した家康は高虎を陳頭に招き、そなたとも長い付き合いであり、そなたの働きを感謝している。心残りは、宗派の違うそなたとは来世では会うことができぬことだ、と言ったの。それを聞いた高虎は何を申されます。それがしは来世も変わらず大御所様にご奉公する所存でございます、と言うとその場をサクッと下がり、別室にいた天界を尋ね、即座に日蓮宗から天台宗へと改宗の儀を取り行い、勧奨院の法名を得たわ。そして再度、家康の陳頭に戻り、これで来世も大御所様にご奉公することが叶いまする、と言上し涙を流したの。良い話だったぜ。そして、1627年、高虎71歳の時、には自分の敷地内に上野東照宮を建立したわ。家康くんがよっぽど、好きだったんだな。74歳になった高虎は、ついに失明してしまうの。そして井戸の藤堂藩邸にて死去。享年75歳。死因は不明なんだけど、不審の際に水に浸かったため、喉を痛め下痢をしていて、桔梗湯を煎じて飲ませたというカルテが残っているわ。高虎の体は玉傷や槍傷で隙間なく、右手の薬指と小指はちぎれ、左手の中指も短く爪はなかった。左足の親指も爪がなく、満身創痍の体であり、75歳で高虎が死去した際に若い近従が意外を清めて驚いたと言われているわ。
あと長男の高次が藤堂家を継いだわ。この高次に遺言を残しているわ。人の上に立つ人間にはごとく仁義礼智信が絶対不可欠であり、これを心に戒めて高次に文武両道に励むように求めたわ。ただ当時はすでに太平の世であるため、戦国を経験した者から詳しく聞け知ってね。他にも方向の道に油断なく励むこと、人の意見はよく聞いて常に良き友人と語り合い意見してもらい、身分の上下を問わずに良き意見は用いること、人をもてなす場に遅刻しないこと、長酒はしてはならないことを書いていたわ。特に方向の道は厳しく説いていて、主君がお尋ねの折には直ちに参上せよ、漁業と偽るなどはもってのほかで、気ままな心持ちであってはならぬと戒めているわ。他には年貢に携わる代官の報告もよく聞き、年頃に召使うこと、戦いにおいて療養、玉薬が続かなければ超人も叶わないので、侍と実務の代官は車の両輪のように思え、武家として鉄砲、弓、馬以下の過食を忘れてはならず、諸侍には連瓶の錠をかけることなどを諭しているわ。細かい男だぜ。よっぽど自分の死後が心配だったんだぜ。最後には自分は小物から苦労して今の地位を得たことを考えれば、これくらいの遺訓を守ることは苦労ではなかろうと高次に釘を刺しているの。やっぱりよっぽど長男高次が心配だったんだぜ。これを真剣に受け止めた高次は江戸幕府の普請費用を積極的に負担したため、藤堂家の財政は悪化の一途をたどっていったわ。でもね、その甲斐あって藤堂家は幕末まで存続し続けることができたのよ。まとめると、高虎は取り立てて血筋が良かったわけでもないにもかかわらず、己の実力だけで生き抜いてきたのね。主君を転々と変えながらも、最後には家康という名君に認められ、徳川幕府になってからも重用された人物ね。ふう。これで、藤堂高虎解説は終わったわ。そして、毎回おなじみだけど、重要なことを言っておくわ。この動画は個人の制作なので、誤認がある可能性大きいです。諸説、俗説もいっぱいありますので、その中の一つだという認識でどうぞ、何卒、よろしくお願いします。引き続いて、前回の尾根の補足に、米してくださった人々、広告してくださった人々への米返しと謝礼をします。興味のない方は、ブラウザバックボタンでお帰りください。じゃあ、ここからは私が引き受けるのです。おっおう。前回、前々回に広告してくださった皆さん、本当にありがとうございましたです。ちょう、ありがとうだぜ。リカルドさん、ヒロポンさん、天心さん、アルさん、もみじ姫の思いさん、緑紫山坊寺さん、P さん、超ありがとうです。ヒロポンさん、ガトリング過労楽しみにしてます、の米もありがとうだぜ。俺、役所広司さんの HP 見に行ってきただぜ。2020年公開予定は、本当だったんだな。だから、公開前には必ず予習するように、動画作るだぜ。でも、山田報告、とか、佐川官兵衛、とかも調べなきゃなんだぜ。もう少し時間をくれのしだぜ。天心さん、好きにしたらええんやで、の米、本当にサンキューなんだぜ。うぷ主は、励まされただぜ。語呂合わせについて、逆にオイラは楽しかったがな、好きにやらせる方が良いと思うよ。こんな人が世の中をくだらなくさせると思うんだ。それがあなたの個性になるんだから、好きなようにすればいいと思いますよ。サンキューだぜ。語呂合わせネタを続投していくんだぜ。どうしたって、アンチが出るのは仕方がないことだと思った次第だぜ。そして、ツイッターでのアンケートに協力してくださった皆さん、本当にありがとうですー。超サンキューだぜ。むしろ、今でないと大炎上して失踪を強いられるかもしれんぞ。関連で、徳川さんちの本ダムもやってー、無名のうちにやっとく方が炎上よけにはなるのは賛成だな。ダーシーカーミー。ってことで、次回は信者の多そうな大物をやるつもりでいるぜ。とりあえず、図書館に足しげく通うことにするぜ。なので、少し投稿が遅くなってしまうと思うのだが、そこは、許してくれメンス。ってことだぜ。ご視聴ありがとうございました。カモーン、リクエストだぜ。